ま、から。うまい。うん。うまい。ホルモンもね、しっかり味がついて美味しいです。辛い。辛い、辛い、うま辛。今回はね、このコチュジャンプルコギのタレだけで味付けしたんですけど、ニンニクは足したんですけど、本当ね、これだけで味決まるんで、とても簡単に、一品仕上げることができます。今回はね、ミックスホルモンでやったんですけど、豚肉とか鶏肉とかは絶対合いますね。あのスーパーとかで普通に売ってる唐揚げあるじゃないですか。ああいうやつを温め直して、それでこのタレをねちょっと、まぶして、炒め合わせるとかやると、それだけで韓国風の甘辛い唐揚げみたいな、料理が作れるんで、そういう使い方もいいかと思います。やっぱね、火を入れた方がいいと思います。焼肉のタレみたいにこれに直でつけて食べるよりかは、火を入れた方がマイルドになるんじゃないかなと。はい、まあマイルドっつってもめちゃくちゃ辛いですけど、はぁ、辛い、辛い、この週末ずっとホルモン食べたいなっていうのがありまして、はい、それが叶ったんでよかったんですけど、めっちゃ辛い。辛い。ということでね、久々に外でご飯作ったんですけれども、もうね、長男のお迎えの時間が来ましたので、バタバタ片付けていきます。続きはスタジオのマツケンがお送りします。はい、ということでスタジオのマツケンがお送りします。今回はですね、こちらビビゴのコチュジャンプルコギのタレの紹介でした。ちょっとね、古いパッケージになるんですけど、このプルコギのタレっていうのは、だいたいいつ行っても調味料の列に陳列されてるんですけれども、これもね美味しいんですけど、こちらは辛口タイプというような位置づけなんですけれども、辛口というよりかは激辛、はい、5段階で辛さを表すと5、はい、そんくらい辛いです。もうね、バキッと辛いんで、ピリ辛以上の辛さを求めている方にはぴったりな調味料だと思います。で、このコチュジャンの方は売ってない時もあるんで、よくね調味料の棚をチェックしてみてください。で、こっちはね1本のバラ売りで販売されてるんで、買いやすいかなと思います。で、あとは、はい、こんな感じで中蓋がついてるんですけれども、全部ね剥がすとドバッと一気に出ちゃうって、すごい使いにくいんですよね。なのでこんな感じで少しね、ナイフで切り込みを入れて注ぎ口を作ると、このボトルのままでも使いやすいので、はい、
まあ、ポイントそれぐらいですかね。外でご飯作ってる時にその部分が撮影できてなかったんで、はい、ずいぶん前に購入してた商品なんですけど、使わずにね撮っておいて、ちょっとね思い出しましたんで、今回引っ張り出してみました。気になる方はぜひお試しください。ということで現場からは以上です。ギリ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 、あーもっとゆっくりしたかったということでね、毎週購入品のまとめ動画とか作ってるんですけど、買ってるけど紹介してないものっていうのが調味料関係で結構多くて、ステーキシーズニングとかだいぶほったらかしにしてるんで、そろそろね動画作りたいんですけれども、新商品があれば新商品のレビューしながら、その合間でねストック分を出していこうかなと思っております。はい、これね結構辛いんで、辛いのが得意な人も飲み物とかね準備しておいた方がいいと思います。はい、でもね美味しいです。はい、という感じでコストコ商品レビューの動画いろいろ作っておりますので、もし興味持っていただけましたらチャンネル登録ぜひお願いします。あとこの動画の評価もねお願いします。グッドボタン、バッドボタン、この画面の下にありますので、どちらかタップしていただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。